動画始まる前に、大事なお知らせよ。そういうことなので、ほんと申し訳ございません。今回も A 列車で移行始まる観光計画をプレイよ。今回は、通えることを目指しての、パート2だぜ。続きを選ぶわね。ゲームロードします。前回の続きは、街の解説と、役所の要望案に、貨物トラックの設定。マップの右側に、隣町と線路をつなぎ、伏線化し、横断できるようになりました。子会社も作り、助成金もらえてラッキーだったわね。営業のおじさん、困ってたけどな、変なところに建てて。今回は、何をするの？せっかくだし、プランを見てみようじゃないか。プラン会社が計画立てるのかしら。これもやった方が、街づくりに役に立つぞ。一通り見てみるわ。地下やトンネルは、まだ、必要ないな。営業のおじさんにとっては、人を増やしてほしいのかしらね。どれも必要なものばかりだけど、列車が走ってるし、この場合は。車庫プランが必要ね。え、違う違う、ツアーの方が儲かるぞ。車庫は必要よ、ちゃんと保存しとくことで、車両の老朽化を遅らせるのよ。もう、次はツアーをやるんだぞ。はい。列車の保存とかは後でいいんだけどな。5年以内に、ボロボロになったらどうするの？そんなすぐに、ボロボロにならんから。次は、株を買う？お、そうだな、安い時に買っとけば、後でも受かるからな。高くなった時が楽しみだね。株の値上がりは、時間かかるんだな。女性社員の言葉を参考に、安い株を買いましょう。お金に余裕あるし、いい判断かもな。ちなみに、鉄道関係の株を購入すると、線路など引く時何かしら割り引いてくれるという特典があるわ。これは、とってもお得。次に役所の要望案を見るわ。次は町をつなげるための道路も設置したいのだが、この場合、那佐倉町と天満村にも道路をつなげます。要望書を見ると、2つの町に道路が欲しいというので受託します。これは土地代を援助してくれるから助かるわ。実際道路は町などの管轄だから、道路作成したら町からお金を踏んだりくりたいんだが。そうね、道路作りときは国などから建設会社に依頼して作っているのにね。これで道路の依頼を受託しました。それでは道路を敷くわね。道路のシステムもすごいな。早送りします。これで天満村の助成金もらえました。都市計画担当の社員もお喜びに。でも那佐倉町から助成金まだね。多分、道路の長さが足りないんだ。ちょっと要望書、もう一回見てみようか。あら、ほんとだわ、あともう少し。緑のラインがもう少しだと、物語ってるな。しょうがないから、那佐倉駅と北那佐倉駅の合間に、道路つなげるわね。そうすれば、車の通行量も増えるな。場所が微妙、仕方ないので、家を壊しましょう。住民に立ち退きさせたくないな。これで、助成金もらえました。ちょっと早送り。要するに線路などを将来敷きたい場合は、安い時に土地を買っておくのも一つの手だな。列車通しただけで、もう観光客1万人よ。
次に何をする？ここから、早送りなので、省略。ソ連がどうしたって？1955年の設定だから、その時代に起きた出来事だ。助成金のおかげで、お金増えたわ。霊夢が勝手にプランしたのができた。これで車両の車庫作れるわね。車庫を作ろう。この場合は車庫位置を選択。どこがいいかしら。悩むな、結局は広い場所だろうけど。適当にこの辺でいいわね。将来、車両編成が増えたことを考え、ホームの長さは、長くしとこう。次に、車庫線と本線の線路をつなげるわね。こんなものでいいか。線路50キロ、おめでとうございます。一日中走ってると車両がかわいそうなので、車庫位置を設定します。ダイアグラム設定だな。下の階層設定というのがあるわ。これ、ややこしいんだよな。ポイント設定、到着番線の設定。時間設定、これは、営業時間と階層時間があるんだが。この階層時間の設定がよくわからないわ。ちょっと、眺めててください。これでやってみるか。この場合、時間一緒になるんだけど、大丈夫か。ぶつかった、どうして？設定が間違ってるんだ。しょうがないので、全列車を撤去し、再配置しました。今度は、ちゃんと止まったな。車両が地へ戻らないわ。なんか、時間設定がわからないな。いろいろ間違えて、省略します。結局、どうしたら、ちゃんと設定できるのかしら。ちょっと、勉強しないとダメね。仕方ない、うち虫が勘違いしてるんだから。それがわかるまで、次回までお預けだな。マリサだったら、すぐ理解するはずなのに。プレイしてるのはウピ主なんだから。年間観光客2万人です。そんなこんなで、今回はここまでにしよう。ラチが開かないわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回までに車庫設定ちゃんとします。できればいいなぁ。Thank you.